歌なんやけど、2B からスタートだからこの歌を先移しますね。噛むかな、おいで。まあ、脱水症状ちょっと心配されてて、昨日ヘルプさんもチュール食べないんです言うてはったけど、まあこれちょっと食べて、それでここ全部水とね、あのカリカリ全部ねペロッと食べてました。だから水も結構飲んでたんじゃないかな。脱水症状ちょっと増しちゃうかな。まあ、ここで毎日ねこなして飲んでくれたら、ね、だいぶマシになる。この子もね構えへんと思うんだけど、こんな感じね、こんな可愛い子です。こんな可愛いですよ実際この子ね。おとなしいな、ちゃんとしときやな、毛並みもようになっていくからな。な、終わった、助け求めてたと思いますよ。ついてくる子はそういう子多いからね。な、お水もちゃんとあるから綺麗な。な、ちゃんと飲んどきよ。ね、はい。福ちゃん39日目かな。ね、ブラックシードオイルの効果どうやろう。この子もブラックシード出てるんですよ。な、風邪は、ね、もう完璧治ったね。福ちゃんな、可愛いなお前。ほんまにええ顔してんなお前な、ね、こんなええ子な、よしよしな、なんかおもちゃ買うてきたろか、もう暇やもんな。な、ね、まだ来んのな、シャシャ言うとくんやな。39日目、これ39ばっかりです。大天かなこれ。みんなちょっともう一回確認してもらえたら嬉しいよね。このほぼのこの日数をねできたら確認ね、あの管理部って言うてるけど、管理部じゃなくて企画部の方にもね、いろいろ無理言うてるんですけど、今は、ね、誕生日とかねそういうのとか調べてもらえますかとか、ね、この保護猫のそれをもうちょっとポンさんも評価なんかでね、管理書を持ってね、これまあこういうねシリーズ化で誰かね日付管理見てもらえたら助かります。間違う時多いからね、こんなもんね、初めから追ってるかいうのをまた教えてもらえたらね嬉しいです。たまに間違うてるからね。この猫ちゃんじゃなくてこの子はね、この猫ちゃんが19日だったかな、この子がチャトラ君が、チャトラ君が何日だかな、チャトラ君、ちょっと待って、チャトラ君9日目、9日目ね、9日目のチャトラ君、噛むかな、もうそろそろ噛まれてもおかしないけどね、ただこの緊張してるだけやからね、9日目やでもな、可愛い顔してますね、俺ね、いろんな顔があるからね、猫ちゃんとほんまに一人一人ちゃうからね、可愛いんですよね、これ。な、ご機嫌か。ね、9日目。で、この子が19日目かな。これまだ何にも鳴らしてないけど、この猫ちゃん、19日目。黒猫は黒猫でもえらいっちゃう、この子と。まあ、こんなんを見てね、ちょっと安心してもらっていいかなと。ね。はい、19日目。まだエラー起こります。それでた、ね、ご飯はあまり入れたらねひっくり返すこと多いんですよ。お水も飲めてると思うんやけどね、ちゃんとひっくり返してないんかようわからんねんけどね、まあ、おそらくこの子もお水には困ってるんだろうかなね、今時やっぱ水がないからね、冬場はな、おそらく困ってなっちゃうかな。まあこう来たらお水はあるからね、安心して飲みような。分かった。ね、はい、以上です。